ごきげんよう、ごきげんでいよう、青色万華鏡チャンネルのクルーです。皆さんはうわーこれ引き寄せたなーって思うことありますか？つい先日こうミラクルコースで願いが叶っていたので、その時の話をしていきたいと思います。いつもよりいただいている仕事の時間が短い日で、夕飯を外で食べると決めていた日だったんですね。こう夕飯を普通に食べながら帰るつもりではいたんですけど、翌日休日だったので、今ちょうど新垣結衣ちゃんが主演を務めている異国日記という映画がやっているので、それはもう見に行くと決めていたので、あ、明日がちょうどいいなと思って上映時間を調べたんですよ。そしたらいつも行っている映画館で上映していなくて、これはまずいと思って、どこの映画館でやっているんだと思ったら、もう一つの私の好きな映画館でやっていたので、あ、そこに行こうっていう風に決めたんですけれども、そうすると家から割と距離があるので、こうわざわざ休みの日に遠くまで行くには映画以外のもう一つぐらい用事が欲しいなと思うタイプなんですけど、そう思った時に、ん？待てよ、仕事場からの方が近いって気づいたんですね。でこう早速今日の上映時間を調べたら、なんと40分後に上映が開始されるっていう風なのを見つけまして、だいたいこう20分以内にはたどり着ける場所だったので、ちょうどいいじゃんと思って、こうそのまま夕飯を食べ進めて、もう一目散に向かったわけですよ。そしたらその道中ももう素敵な夕焼けを見ながら、こう映画館に向かって、もともとアルバイトしていた東方シネマズのその大好きな映画館なので、ウキウキしながら、でちょうどその日の朝、偶然東方シネマズのこうサブアカウントみたいな形でコンセッション、グルメのあのフードのおすすめ情報みたいなのを流しているアカウントがあるんですけど、そこでポップコーンの大きな袋に入ったものを3種類味が選べて、こう封が閉まるんですけど、それが今日から発売みたいな形で、特別にこのアカウントをフォローしている方は100円引きみたいなものを見つけまして、あ、今そんなのやってるんだっていう、なんかその何種類も味選べるっていうだけでちょっとワクワクするんですけど、大きな袋だし、わ、一度は食べてみたいけど、友達と映画行く予定ないし、一人で食べれるそうな量じゃないしなと思ってたんですよ、ちょうどその日の朝。そしたら偶然にもその日のうちにその東方シネマズに行く機会が巡ってきて、でちょうど運がいいことに次の日はもともと休みなわけで、あ、家でおうち映画館するのであればポップコーン多めに頼んだとしても、しかもちょうど袋に入っているものだし持ち帰れるから最高じゃんと思って、でしかもそのクーポンの期間も短かったので、まあ、チャンスはないと思ってたんですけど、まさか今日東方シネマズに行くということはもう買うしかないなと思って、見事にゲットしてまいりまして、これが実際のその袋でして、まあ、まだちょっと中身入ってるんですけど、ということでこの話が昨日のことだっていうのがこれでバレたんですがまあそんなのは置いておいて、まあ、つまりですね、そんなわけでこのポップコーンを手にするチャンスが天から舞い降りてきたわけですよ、私的には。でさらには東方シネマズのシネマイレージ会員っていうのに入ってるんですけど、その場合だと6回映画を見ると1回分タダになるんですね。でそれがもう溜まっていたわけですよ。でその溜まっていたのも昨年の誕生日プレゼント弟からもらったギフトカードを使って何回も見ていたので、優に2回分はタダで見れるポイントが溜まっていたので、ありがたすぎると思ってそのタダで映画を見に行くことにしたので、このポップコーンが1000円クーポン使って900円になっているわけですね。で映画がタダなので最高ですよね。本来ならば映画は大人1900円なんですけれども、今回はポイントを使って無料で見れて、ポップコーンも大きなサイズで家で食べれる分まで確保した上で900円で買えて、でこう次の日、まあ、つまり今日わざわざ都心に出向いて映画を見る必要がなく、仕事の帰り道にそのまま映画を見れるっていう最強なこうミラクルコースで昨日映画を楽しめまして、異国日記についてはまた別で動画は撮るんですけれども、こんなミラクルコースな現実を引き寄せましたので、ぜひこれをシェアしながら、その引き寄せの法則についてもちょっと話していきたいなと思ってまして、この引き寄せの法則っていうと、こうイメージ的にはこう自分の願ったことを思い通りに引き寄せるみたいなイメージをされると思うんですけれども、ちょっとニュアンスが違って、こう何か自分が願ったことを思い通りに、自分の思った道通りに叶えていくのではなくて、この引き寄せの法則の根本は思った通りになるっていうところなんですね。
人生を思い通りにするっていうのはある種こう結果論の話なんですね。人生が思った通りになるって、その理想が完璧に叶うっていうことじゃなくて、自分が思ったことが全てっていうことなんですね。今回の出来事を例にすると、人生が思った通りになるっていうのは、ポップコーンが食べたかったのと映画を見たかったのが叶ったから思い通りになったのではなくて、映画を食べたいという気持ち、違う、ポップコーン食べれたらいいなーの気持ちが叶って嬉しいっていうのが私が思ったことであって、で映画を絶対見ると決めてて、あ、見られたっていうのが私が思ったことですよね。この私が思ったことが人生は思い通りの思いの部分なんですね。自分のその思い描いた理想が叶うことが思い通りなんじゃなくて、自分が歩んだ現実、自分が歩んだその人生をどう思ったかが思い通りなんですよ。真の人生は思い通りってそういうことで、皆さんがどんな思いを抱えていようが、その思いの通りに皆さんは思っているわけなんで、人生は思い通りなんですよ。あなたの思い通りなんですよ。もうそれが全てなんですね。だから自分は人生なんて思い通りにいかないと思ってたら、やっぱりな、人生なんて思い通りにいかないを引き寄せているし、自分の人生はこうなるんだって決めてる人はそうなるように全力で動くし、そうならなくてもそうなるまで諦めないから、結局はそうなる未来を引き寄せて、まあ、そうなるわけですし、たとえその自分が抱いた夢が叶わなくても、その夢を追いかけていたから出会えた物事、出会えたご縁とつながることで、ああこの人生を選んでよかったと思ったら、その人生を選んでよかったと思っているのがその人の思いなわけなので、その出来事をどういう風に捉えているか、どういう風に感じたか、つまり思ったかがその人の人生になるわけなので、つまり人生は思い通りなんですよ。人生を望み通りに展開させたいという希望があるのであれば、その思い通りっていうのをうまく使うっていうのが引き寄せの法則なんですね。今回の例で言うと、私はポップコーンをいいなーって思ったんですけど、こう食べたい食べたいとは思わないで、ポップコーン食べれたらいいな、絶対美味しいし楽しい、そのワクワクっていうところにしか意識は向けなくて、でこう異国日記であったら、もうもはや見るって決めてたんですね。公開中には絶対見るって決めてたんで、まあ絶対こことは決めてなくても、とりあえず見るっていうことだけは決める、であとは流れに任せようみたいな。っていうのも何でもそうじゃないですか。お店に行ってもプロの選んだものの方が最適だったりするじゃないですか。ちょっと余談になるんですけど、何事もプロにお任せした方がいいことってありませんか？なんか希望はあるけど、どういう風な流れになるかはやっぱりプロじゃないからわからないっていう場合だったら、こう自分の希望だけ述べて、これを叶えられるようにするにはどういうコースがいいですかねみたいなところをプロに相談すると、あ、それならこの道のりがすごいスムーズにいきますよみたいな、それをアシストしてくれるのもプロの役目じゃないですかって考えたら、それをこう人生バージョンにすると、こう自分の望みはこうあれど、それを叶えるのはもうお任せする、天に任せるみたいなものですよね。神頼み、天に任せるっていう言葉があるぐらいなので、こう昔からこう自分の望みは持てど、あとは方法はプロに任せる、天に任せるっていうのがきっと人生でも通ずるんだろうなっていうのが感じるところとしてはあって、で今回のその引き寄せ的な流れでも、ポップコーン食べれたらいいな、すごいこれワクワクする商品だなっていうのを思いつつ、映画は絶対見るんだって決めたら、もうあとは流れは天に任せていたら、こうミラクルヒットの情報がどんどん飛んでくるっていう。ふと夕飯中に、あ、明日の映画調べようって映画調べた段階で、あ、明日行こうと思っていた映画館ではやっていないということは、今行くのが最善なんだっていう、こう道がバババババッと出来上がっていって、まあその流れに乗って全力で、あ、今なら動くぞっていう、こう自分の頭で考えていた予定っていうのはあくまで予定であって、でも本当の望みっていうのはその異国日記を見ることなので、私的にはその明日の自分がもともと頭で考えていた予定は別に本当の望みじゃなくて、ただ自分の中でこういう風にすればその望みって叶えられるかなってカッコ仮で立てていた計画なので、もうそれよりも完璧な計画が目の前に現れたら、絶対このプロが考えた計画に乗っ取る方が良いじゃないですか。つまりはお任せが一番っていうところに人生も当てはまるんだなと最近つくづく思いまして、なんかこの人生は思い通りなんだというところと、自分の願い望みはしっかりと、あ、これはこうするって決めて
あとはそこまでの流れは天にお任せしてみようみたいな気持ちでこう気軽に待っている、その望みを持っているからこそその完璧な流れが目の前に現れた時に、あ、今だっていう風に気づけるので、その望みを自分の中で描きながら、あとは天任せにして自分のできることだけをやる、人事を尽くして天命を待つとはまさにこのことだっていうのが最近こう頻発して起きているので、でしかも今日はわざわざ映画館に出向いていない分、家での時間もたっぷり過ごせて休日を味わえているので、この動画を撮る時間も撮れたので喋ってみました。皆さんもぜひ自分の望みを描きながら、人生は思い通りなんだな、なるほどと思って天任せにしてみると面白いぐらいこう綺麗なミラクルコースが現れてくるかもしれません。それではまたの機会にお会いしましょう。